お腹が減ったでござる。めちゃくちゃ調べてたら、めちゃくちゃ時間が過ぎたでござる。もう昼から夜からもうすぐで朝になっちゃいますけどね、酒飲みますよ。私、話がだいぶ長い話なんですけどね、今回は結構ね、調べを調べるほど、いい会社じゃん、なんかこだわりある会社だなと思って、まあ、話すことだいぶ多いと思うんで、先に飲ませてください。今回私が飲むお酒はこちら、黒霧島さんでございます。霧島酒造株式会社さんのね、これめちゃ有名だと思います。スーパー、コンビニ、どこでも売ってます。定番ですね。めちゃくちゃメジャーな商品で、お値段、これは9、900ml で、まあ、1000円ぐらいですね。千何ぼかぐらいですね。だいぶ、そうですね。俺的には、どうなんでしょうかね。普通ランクか。高くも安く、皆さんが買える値段かと思います。俺はね、紙パック酒みたいなのばっか買ってるんで、そしたらね、高く思えるんで。まあでも、量はね、入ってますし。で、たまにはというか、最近は紙パック酒ばっかりでね、飽きたと思うで、みんなも、この一般的な、瓶の酒も、レビューもいいかなと思って。でね、まだまだレビューしたい酒いっぱいあるんですよ。で、まあ、押してるんで、どんどんレビューしていこうかなって。本当はね、頑張った日にお酒飲もうって思ってるんですよ。でもね、なかなか日によって頑張れないというか、無理な日があって、仕事とかですよね。まあでも、それでもね、毎日飲む酒として買ってるんだけど、まだ開けてないんですよね。で、そしたら早くレビューしなきゃっていうことでレビューしたい。まあ、結局俺が飲みたいだけなんですよね。で、レビューする前から飲めばいいじゃんって話なんだけど、それだとなんか新鮮味のある、味のレビューができないかなと思って、いつもね、開けてないんですよね。で、開けてない酒がいっぱいまだまだあるんですよね。でも飲めないというね、レビューしてないから っていう感じでやってるんですけどね。ある意味それで禁酒酒ね、飲まずしてできてるかもしれない でね、俺ね、今ね、体調があんま優れてないんですね。雪とかも降ったじゃんで、雪とかも溜めて 何やってんだって感じだけど、で、そのね、マイナス2度のランニング、本当に1、2回しただけでね、もうね、だいぶね、お腹に来てます。お腹がゆるゆるなんですよね。で、最近仕事もね、全然いけてないんですよ。まあ、なんだっけ。なんだったかな。電気系統の調子が悪いって言ってたから、まあ、治ったんだけど、またね、トラブル発生してしまって、今度はね、バッテリーに問題があったっぽくて、まあ、いろいろ問題ありますよね。毎回言ってるじゃんって思うけど、まあ、そうなんだよね。もしかしたら1年に、一回は必ずその全ての、消耗品がダメになってしまうのかもしれない。それだけ、まあ、バイクを酷使してるってことですよ。ね。新しいの買っても多分それぐらいになると思うな。年一で何かしらのトラブルが起きまくるっていうね。通常のね、想定されてる、出勤レベルの1日、10分程度のね、使用だと、1年経ってもバッテリーもね、問題なく使えると思うんですけれどもね。で、今回みたいに雪とかさ、降っちゃうと、本当にバッテリー系統って、影響出てるよね。出てるんだよ、本当に。雪降ったからなのか、バッテリーがちょっとイカれちゃってしまい、バイク側が、まあ、エンジン、そうですね、エンジンの始動のね、エネルギーがいるんですよね。で、その時のパワーがないので、もうエンジンかからないんですよね。スターターボタンを押してもカンカンカンって、本来やったらグーン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 ってエンジンがかかるんですけど、それがかかんなくて、もうカンカンカンしかならなくなって、まあ新しいバッテリーを買えばいい話なんですけど、まあその待ち時間ってやつですかね。で、他にもいろいろとね、まあ問題が出てくるわけですよ。何かがいかれては何かがいかれるみたいな。で、それでまあ、部品がなければ、機械っていうのは動かないんですよね、正しく。なのでね、もう何もすることできないんですよね。待ってるっていう状態。まあそういう時もありますよね。人生、長い人生ですから。で、雪降った日なんかに、あの状態でね、もし行けたとしても無理無理、絶対事故起こるから、もう行かないです。365日行くっていうのは不可能です、正直な話。この感じ見て、見てみると、で、見てもらうと、無理ですね、365日出勤っていうのは。できたとしても、それはまああなたのおかげじゃなくて、バイクがすごすぎたぐらいじゃないですかね。それか、出勤はしていくけど、1日1回しか、ね、依頼を受けないとか、そういう仕事じゃないと無理だと思いますよ。雨の日、風の日、
嵐の日、大雪の日にね、必ず行くとなると、それはきついですよ、本当にそのバイクにとってですけどね、体もそうですけども、皆さん、体は大事にしてください。というわけで、飲んでいきましょう。ちょっと本当にね、話だいぶ長くなると思うんで、これもう40分ぐらいになるかもしれない。はい、開けますね。めちゃくちゃね、その、前々からその黒霧島、実は飲んだことないので、飲んでみたいなって思ってたんですよね。期待大です。で、いろいろとその、調べてみると期待大ですね。さすがそのロングセラーというか、売られてるだけありますね。色は、特にない、白、透明ですね。その、なんで色を見るかっていうとね、たまにその色がある酒があるんですよね。それはまあ、おそらく日本酒だとかではないと思うんですが、中国の酒だとか。日本酒、日本の酒以外も私は飲みたいと思ってるんでね。で、まあ、たまには色もね、見るっていうのもいいんじゃないですかねと思って、透明なグラスに入れてます。あ、これね、度数が高いんですよね。焼酎なんで25度です。いただきます。おお、さすが、ドッときますね、焼酎っていうのは。25%の、アルコールが効いてます。もうね、最初が全然水みたいじゃなくて、普通にアルコールが来てるね、これ。濃度の 久しぶりに飲んだ濃度濃いの。濃いですね。さすが、焼酎の味ですね。で、俺的にね、甘みだとか感じひんねんな。なんか、焼酎ってさ、やっぱアルコールが濃いわけよ。高いわけよ。だからね、なんかの味がするっていうのあんまないかな。さつまいもを使ってあるって書いてあって、甘みがあるらしいんですけども、甘みは難しいですね。まあ、ちょっとはあるかもしれないけど、やはりアルコール度数が高い。ので、どんな味が来てもね、アルコールの味というか、この濃さには勝てないかなっていう気がします。まあ、その焼酎なんで、アルコール正直ね、高めなので、飲みやすくはないんですよね、焼酎全般に言えることなんですけども。まあ、好きな人は焼酎ね、グビグビ飲めるんじゃないかなと思います。久しぶりにこの濃いの飲んだなって気がしますね。ただ、何ですかね、この米で作られた酒じゃないっていうのは分かる気がします。多分、目隠しで比べてみても米じゃない酒だっていうのは分かるかもしれない。ちょっとごめん、そこは弱く言っとく。もしかしたら間違ってるか、誰かその人呼んでさ、俺目隠しにさせて、その米でできたのとさつまいもでできたの飲ませて、ちょっとやってみたいですね、そういうの。多分、間違えることはないと思うな。でも、これが、そっか、さつまいもって言えばそうなのかな。ね、何でできてるかって言われてもね、判別難しいな。米じゃないっていう判別はできるんですけども、麦かさつまいもかはわかんないですね。まあ、それ経験上やろかな。まあ、麦もね、あんま飲んだことないんで、麦もね、いつかその、レビューしてみたいなと思います。でね、まあ、これ選んだ理由はっていうのはね、焼酎語るんやったら、この黒霧島飲んだことないっていうのはあかんやろっていうぐらいね、俺の中でですけどね、まあ、有名な酒かなと思います。でね、俺の中での話なんですけども、日本の三大今のメジャーな焼酎ね、黒霧島さん、いちこさん、白。この白飲んだことありますよね、私。米の焼酎だって。あれは良かったですね。で、もう一つ。これね、その魔王の魔の字、漢字かなと思ったんだけど違うんですよ。宝っていう字、日本の宝だとかね。その宝の古い字、古いって言ったらまあおかしいんですけども、まあ、いろんな似たような字があって同じ意味なんですけどね。日本の漢字っていうのは。でもそれだとややこしいよねっていうので、今の、使われる漢字が使われてて、他の漢字は別に古いってわけじゃないんですけども、選ばれなかった。だけの漢字っていう、まあ、意味もあるんですけどね。まあ、その漢字がその使われている有名な宝ですよね。宝酒造さん、京都の。これは有名だと思います。で、これは俺の中ではその、
コウ類の代表かなと。でも、ナンバーワンって書いてありましたね。コウ類の焼酎で。まあ、コウ類、オツ類、何の話っていうのは後で言うんですけども。まあ、その中で代表、まあ、これ飲んどくべきかなと、焼酎語りたい。焼酎が好きならかなと思います。で、黒霧島さんですと、さつまいも。で、いちこさんですと、麦焼酎。で、白ですと、米焼酎ですよね。で、俺的にはなんですけどね、さつまいもと麦と米。これが日本の三大焼酎の材料かなと思います。もうなんか、勝手に決めちゃってるけど、ね、そういうのあれば面白いなと思って。でも、やっぱりなんか三大なんとかってつけちゃうとさ、その商品だからさ、それの、ね、宣伝になっちゃうから、なんかできないんでしょうね。三大なんとかみたいなのは。まあ、個人が考えればいい話かなと思います。さすがこれ、度数が 濃くて ちょっとね、今何にも食べてないですよ。本当にお腹減ってて かなりガンガンきますね。基本的に、アルコールを何もね、体の中で、消化摂取してない状態で取るっていうのは、かなり、負荷かかるので、やめた方がいいですよ。腎臓とかに。これはね、酔いたい時に酔うべき。酒かな。これ、ワンカップというか、ね、コップ一杯で酔わない人ってさ、いたらめちゃくちゃ酒に強い方かと思います。これは酔うでしょうね、きっと。はい、それでですね、語っていきましょう。いつもね、だからさ、この語りが俺長くてさ、結局飲むのが最後の方になっちゃって、それはみんな悪いと思ってる。俺も良くないと思ってるんで、今酒飲んだんですけど。はい、本格焼酎、九州産さつまいも100%使用。これね、作ってるところがですね、自社工場生産100%って書いてありまして、なんか調べてみるとですね、この、霧島酒造株式会社さんね、ここしか場所がないす、工場が一つっぽいですね、この、宮崎県、これね、都の城市って読むらしいです。俺本当に全く知らないんでね、発音が間違ってたらごめんなさい。もしかしたら、都の城市、もしかしたら、都の城市。ちょっとね、わかんないんですよね、この辺の。読みがわかってるんですよ。発音がわかんないっていうね。都の城っていうのがあるらしいです。この宮崎県の都のし、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 都のし、城市には。言いにく。ごめんね、ちょっと間違ってたら。私の言ってる内容よりもだいぶ間違ってることあるかと思うんで、そこはちょっと気軽に聞いていただければなと思います。で、黒霧島。なんで黒霧島かっていうと、黒麹っていうね、こう、そのカビ、麹菌を使ってるから黒霧島らしいです。で、いろんな霧島があるんですよ、この会社の。なんか赤霧島だとか。で、その中でその黒麹を使ってるから黒霧島って名乗ってるらしいです。なんか、茜霧島だとかね、いろんな霧島あるんでね、まあ、それも飲んでみたらいいんじゃないかなと思います。まずはね、黒霧島を飲むべきかなと思います。で、なんか使ってるそのさつまいもの種類も違うみたいです。原材料が、九州産さつまいも100%って書かれてまして、まあ、ネットで調べてみますと、ホームページに書いてあったんですけどね、黄金千貫っていう種類、品種の、さつまいもを使ってるそうです。で、この黄金千貫っていうのは、見た目が、皮の色がですね、じゃがいもの皮の色をしてまして、で、中身が黄色い、まあ、珍しい、さつまいもとして珍しいもので、なんか有名というかね、焼酎の、芋焼酎、芋って言ってもさ、じゃがいもじゃなくてさつまいもなんだよね、これね。さつまいもの方の焼酎で、もうほとんどが黄金千貫を使われてるそうです。で、他の種類でさ、紫の実、食べる部分が紫の、さつまいもとかあるじゃん。で、それを使った、霧島が、なんか別の名前だったりしますね。なんか、名前忘れたけど。それが、なんだっけ、霧島だったっけな。まあ、そういう感じで、使ってる、さつまいもの品種が違ったりするっぽいですね。なんとか霧島っていうので、ここの色の部分が変わるものは。って感じですね。だから味も違うんだろうかね。で、この黄金千貫っていうのは、食用にも使われてるっぽいです。まあ、主に酒用として作られてるっぽいんですが、なんかほんのりと甘みがあって、いつもの皆さんが思うさつまいもよりかは甘くはないっぽいです。ちょっとね、私の食べたことないで、いつかこれはそのまま、
焼き芋にして食べてみたいなって思います。黄金千貫さんね、まあ、売ってるかどうかは分かんないんですけど、ネットでは多分売ってると思うんですけど、ね、一般じゃ売ってないでしょ、こういうお酒に使われてるさつまいもというのはね、なかなか。で、結構こだわってんなって思うとこがあるんですよね。でね、この、仕込み水っていう、まあ、酒に使う水ですよね。それがですね、これ、珍しいんですね。この、霧島、劣化水って読むらしいです。で、この、名前ですね、この、霧島酒造さんが付けた名前で、で霧島酒造さんが、掘り出した地下水らしいんですよね。で、それに名前を付けたと。この劣化水っていうのが、その、岩とか、石の割れ目から、水がバーって出る、それを劣化水っていうらしいです。まあ、それと霧島っていうのは宮崎県とかにある、ここに、まあ、書いてありますね。霧島山っていう山が連なった火山の山があるっぽいですね。で、その山の名前、その山の近くでその取れた、湧き水なので、霧島劣化水という名前つけたらしいです。で、この、霧島酒造さんの霧島もこの霧島山から来てるそうです。いつか 俺ね、九州本当に全く知らないんでね、まあ、いつかね、九州とか行ってみたいっていうのもありなんじゃないか。ただね、お金だいぶ貯めないといけないですよね、そういう旅行というか、この山登りとかっていうのはね。ちょっと行ってみたいところですね。で、お米も国産米、米麹の部分ですね、国産の米を使用ということです。さすが、だいぶね、こだわりがあって、私は好きな会社だなと思いました。こういうね、こだわり大事だと思います。なんか 何々を100%しようみたいな、俺そういうの好きなんですよね。純度100みたいな で、他に語ることないかな。例えばさ、さつまいもって言うじゃないですか。これさつまいもって、なんかね、最初の、さつまいもの原産地みたいなのはアメリカっぽいんですけども、まあ、いろいろ、まあ、渡っていくじゃないですか、人間が渡して。で、中国から来て、それが、今でいう沖縄の、昔は、なんだっけ、琉球から薩摩は今で言うと、鹿児島？間違ってた、ごめん。やったっけ。で、伝わったからさつまいもって言うんですけど、鹿児島っていうか薩摩にさつまいもがなかったら、もうさつまいもの意味ないですからね。もうほとんどのね、このさつまいも、あと黄金千貫はね、九州、鹿児島と、宮崎県で作られてるっぽいです。まあ、そりゃそうか。まあ、その気候、そのね、天気というか、その温度的にも作りやすいやろな。もうほとんどです。九州ってすごいですよね、じゃがいもだとか。もう俺が食べてるじゃがいももほとんどね、北海道か九州、上か下かどっちかなんですけども。で、玉ねぎもね、そうですね。だから結構もう、俺が食べてる食材のほとんどが九州か北海道なんですよね。ちょっとだいぶ話違いますけど。まあ、そんな感じです。他にですね、そうそうそう。焼酎は日本酒ではないんですよね。これ、ちょっとびっくりする話なんですけど、焼酎って日本酒の中の一つなんじゃないの？いや、違うんですよ。日本酒ってまず定義がありまして、で、日本酒は、これ発音難しいんですけど、醸造酒なんですよね。そのまんまそのアルコールが、そのカビというか、その米麹とかでどんどん発酵していってっていうのが醸造酒なんですね。で、それが日本酒の定義なんですよ。でも、焼酎って醸造酒ではなくて蒸留酒なんですよね。どん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 アルコール度数を高めていったやり方をやったのが焼酎なんで。で、その日本酒っていうのは決まりで、酒税法で22%未満ですよね。なんで 焼酎は日本酒ではありませんと。これ間違ってたらごめんなさい。でもね、間違ってないと思います。今のところはこうなってるんですよね。ちょっと不思議ですよね。焼酎言うたら日本の酒やないかいって思うんですけども、日本の酒ではあるんですけど、日本酒とは名乗れないんです。焼酎は焼酎と、いうことなんですよね。で、ごめん。画面動いちゃった。ごめん、酔っちゃった。ここにも書かれてある通りね、本格焼酎って書いてあるでしょ。で、何が本格かっていう話なんですけど、なんか本格って名乗るのは、原材料と、その米麹と水以外は使わないっていうのを書いてあったんですけど、それはまあ、酒税法の定義としてあるのかどうかっていうのはちょっと難しいところでした。まあ、酒税法によりますと、その焼酎っていうのに2種類ありまして、1つに、その、
甲類小腸、甲、乙、丁、丙ってありますよね、その順番を決めるみたいな。で、甲が1で、乙が2番目なんですよね。で、甲類小腸、小中甲類と、まあ、どっちでもいいんですけども、これはその機械がありまして、この連続式、式抜けてるわ。そのね、連続式上流、小中っていう、ま、機械があるんですよね。で、それ作られたのが、甲類なんですよ。連続して、上流を、ま、何度も何度も繰り返したものだと。で、それだと度数も高くて、その素材の、その味だとか風味が、なくなるぐらい、まあ単純にアルコール度数を高めたものなんですよ。もう蒸留すればするほどどんどんアルコールに近づきますから、酒というかアルコールにどんどんクリアなピュアな味になっていくわけですよね。で、これはね、そのサトウキビから出る絞ったかす、糖蜜だとかで、作られていることが多くて、でほとんど、まあ、ほとんどっていうか、大概は、そのいろんな複数の材料を使ってます。さつまいも、麦、米だとかがその原材料名に複数あるっていう感じですね。で、アルコール度数が36%未満って決まってるんですよね、酒税法で。で、もう一つありまして、それが、おつ類焼酎、焼酎おつ類とも、呼ばれて、で、これが、本格焼酎とも呼ばれているやつです。で、これが、単式、上流、単式焼酎蒸留機かな、ちょっと書けなかったんだけど、まあ、そういう機械で作られてたもんでね、それを機械を通して蒸留したのが、そのおつ類なんですけども、俺的にはね、1回だけ蒸留するのかなって思ったら、なんかね、まあ、ものによっては1回から3回蒸留するっぽいです。基本的には1回だけの蒸留と書かれてありましたけど、その、まあ、会社とか酒によっては2、3回は蒸留してあるらしいですね。調べるほど。ここ調べないと分かんないところなんです。俺ね、何回蒸留したのを言うのかなって思って調べてみたんですよ。普通1回かなと思ったんです。実はそうじゃなかったっぽい。で、上は連続して何回、まあ、何回っていう枠組みじゃないですよ。その機械がありまして、もう人が何もしなくても、何回も蒸留するようにできる機械は、まあ、あるんですよね。だからそれが何回なんていう言い方は違うっぽいですね。で、この甲類とは違って、おつ類は風味があるんですよ。たった2、3回しか蒸留してないからですよね。だからその、アルコール度数は低いんですけども、まあ使ってるものがですね、さつまいもだったらさつまいも1つだとか、そういうのなので、まあ度数高めというか、上のその甲類はですね、要は、まあ、安くでできるんですよね。でも、そのアルコール度数が、どうなんですかね。まあ、低いから高めるみたいな、そんなやり方でしょうか。で、このおつ類に関しては45%以下です。おつ類の方がなぜか高いですね。で、俺的に思うんですよね。甲乙、言い方逆じゃね？と思って。ね、要は、どちらが一番さ、純度高いかっていうと、この風味があって、その本来の素材が残ってて、なおかつ素材を一つに選んだ、まあ、本格って言われてますよね。本格焼酎の方が甲に値する、第一番に値するんじゃないかなと思うんですよ。ね、オッズは2番っていう意味ですから、ちょっと順番違くねって俺思うんですよ。普通さ、本格焼酎の方を甲類って名乗るべきなんじゃないかなって俺的には思うんですけどね。どうなんでしょうか。はい、そんな感じです。で、この45%以下って書かれてあるじゃないですか。じゃあさ、これを超えると、なんて呼ばれるんですか？焼酎って呼べなくなるんです。そうなんですよね。日本の酒税法だと、原料用アルコールっていう、名前で書かないといけないやつです。この品名がですね、この、焼酎を名乗っちゃいけないと。原料用アルコールっていう書き方でお酒を販売しないといけないらしい。それはちょっとひどいですよね。で、ちなみに、沖縄の、まあ、特産の、その、お酒あるじゃないですか。まあ、あれも、日本酒っていう言い方はできないんですけど、日本のお酒ですよね。その、泡盛っていうのがあるんですよね。で、泡盛っていうのは、まあ、焼酎の分類なんですけども、度数が高いわけですよ。要は、45%以上超えてるわけで、焼酎を名乗れないと。で、その、泡盛に限っては最近令和の話なんですけどね。これ、ほんと最近の話で、この、今までは原料用アルコールしか名乗れなかったんですけども、
泡盛は例外として、泡盛としてその名乗っていいとは、その品名が原料用アルコールではなく、品名が泡盛として名乗れるようになったらしいです。よかったですね、それは。ちょっとこの言い方ダサいもんね。アルコールっていう名前にされるのは嫌だよね。それね、泡盛さんも。よかったと思います。どんどん、まあ、そういうのは変えていっていいと思います。その特産的なものでね。ちゃんと作られてるとこやったら。ね、そういう、いいじゃないですか、特産で。ただ、アルコール度数高いなっていうのはわかりますよ。だってさ、60%とかあるらしいですよ。やばいですね。やっぱ、蒸留酒、その焼酎ってさ、蒸留すればいくらでも高くなるから、やばいですよね。本当に、95%だとか、いけると思うんで、簡単に。いやー、なんかすごいなと思って。まあ、その点、そうですね。まあ、俺的なんですけども、まあ、アルコール度数高いの俺好きなんですが、じゃ、焼酎と日本酒どっちが好きなの？蒸留酒と醸酒どっちが好きなのって言われたら、俺的にはその醸造酒の方ですかね。やっぱその本来のというか、その単純に人が何もやらなくて、ただただ発酵しただけのお酒っていうのは、なんかこう、自然発生的で、いいなと思います。その人為的に作るとさ、ちょっとね、そのバランスが乱れるというか、自然界にはない存在の味になるので、きついんですよね、まあ、体に。まあ、そもそもアルコール自体は摂取するのは良くないって言われているのはわかるんですけど、まあ、そんな観点から、俺的にはですね、そのまんまの世界の方が好きかなと思います。日本酒ね、日本酒はさ、米じゃないと名乗れないというきついのがあって、他のね、素材、さつまいもとか使うと日本酒ではないとか言われちゃうと、ちょっとね、なんか、うんってなるんですけど、さつまいもで作った、醸造酒っていうのも俺は飲みたいなぁなんて思いますけど、どうですかね。ね。まあ、いろんなところに、法律がありますけども、まあ、それは仕方なさもありつつ、まあ、いろんな酒、ね、作って、いろんな酒飲めたなと思います。はい、そんな感じで、長々と話しましたが、あともう話すことないかな。結構ね、まあ調べてみて、しっかりした酒なんですよ、この黒霧島さん。ぜひともね、焼酎語りたい方、飲んでみてください。やはりね、マイナーな、まあ、じゃあ、メジャーな酒を飲んでこそ、マイナーな酒を語れるものかなと、俺的には思います。で、値段もそんなに高くないのでね。で、そういえばさ、迷ってたことがあって、米焼酎の代表がですね、あんまなくてですね、まあ、俺的にはこの白、代表としてもいいかなと。あんま売ってないと思うんですよね。できれば売ってる酒がいいかなと思ってて、でもね、米焼酎、なかなかないですよ。焼酎といえばもうさつまいもですもんね。芋焼酎。この発音がさ、芋焼酎、俺的には焼酎、濁点つけるんだけど、麦となると麦焼酎だよね。麦焼酎とは言わないよね。で、米はね、米焼酎かな。まあ、日本語のその濁点のつけ方は難しいよね。要は、その濁点来る前の、発音が濁点しやすいかしにくいかで、発音を変えてると思うんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいんだよ。読めたらいい。伝わりゃいいんだよ。で、辞典見てもね、濁点ついててもついてなくても、芋焼酎でもいいという感じなんでね。好きなように読んでいただければと俺は思うんですが。ね、要は、読めたら、伝わればいいんだよね、こういうのって。なかなか、まあ、日本語ってさ、他の言語と違って意外と適当なんですよね。そんなしっかり決まってないんです。他の言語はマジでバキバキ決まってるんですけども。でさ、単位とかでもそうじゃん。例えば本数で言うと、1本、P でしょ？パの発音でしょ？でも2から2本って言わないでしょ？2本って言わない。2本って言うでしょ？ H の発音。ハヒフヘホの発音なんですよ。で、3になるとこれが面白いことでね、3本なんですよ。3本とも3本とも言わない。3本なんですよ。B、バビブベボの発音。もう日本語やばくないですか、これ。まあ、他の動画でも俺言おうと思ってんだけど、日本語やばくない？ こんな言語覚えらんないですよ、本当に。まあ、伝わればいいんですよ。別にさ、1本でも、2本でも伝わりゃいいと思います。ただちょっと変な発音ですよねっていうのはわかるけどね。2本っていう人いたら変なのって俺は思うよ。やっぱ2本ですよね。で、1本ではなく1本ですよね。難しい。だってさ、自分の国の名前言ってごらん。日本ですよね。でも日本とも言いますよね。
もうね、その時点であやふやなんですよ。もうあやふやな国なんですよ、日本っていうのは。日本でも OK だし、日本でも OK。これは誰だっけ？あの人が決めたんですけどね。その点は別にまあ有能だと思います。決めるっていうのは、論争が生まれますから、争いが生まれちゃいますから、どっちでもいいよって言った方がね、平和的解決なんですよ。別に日本国でも日本国でもいいんですよ。わ かりゃいいんですよ。で、そうそう。この米焼酎ね、有名なお酒があって、俺もいつか飲んでみたいと思ってるんですけど、その山口県の獺祭っていうね、お酒があるんですよね。あれ飲んでみたいな。米の焼酎は絶対米の感じがすると思うんよ。米の風、その風味、お酒、いいと思うんよね、俺。匂いも、米の。よくない？ いつか飲んでみたいんだけど、それが高いんすよ。1本4000円ぐらいとかするんすよね。ちょっとね、4本分ですよ。ちょっと高いっすよね。っていう、お酒がありますよ。獺祭いつか飲みたいな。なんか、なかなかその売ってないっぽいですね。人気なお酒っぽいですね。いつか俺も飲んでみたいな、獺祭とか、そういう高いお酒を。一回、一本だけでいいからさ、高い酒飲んでみたいな、なんて思います。まあ、俺はね、1000円台だろうが、安い酒だろう。別にね、安い酒だなと思って飲んだことはないね。同じ、全部酒だなと思います。それなりにね、皆さん、何かしらの思いがあって作ってると思うので、安酒だと思ってこれは飲まないです。たださ、最近の、ストゼロだとかあるじゃん。あれ系の酒はだいぶね、もうひどいなと。日本酒が好きな人からすると、ああいう系のね、スピリッツ的な酒は、ね、だいぶね、酔うためのものとして作られてるよね。あれは、なんだかちょっとなぁと、俺的には思う。もうちょっとね、なんだろうね。何かの酒を作りたいから作りましたっていう、こだわりが欲しいなとはちょっと思うなとは思いました。酒かすが何言うてんねんって感じですけど。あ、このね、俺どうかな？レビューしたかな？いつかその宝酒造さんの酒のレビューもしたいかなと思います。これはね、比べてみたみたいなんでやってみようかなと思います。この香類焼酎の代表の、宝酒造さんの宝をね、飲んでみたいなと思います。そういえば前にしたかな？ちょっとわかんない。もしかしてしてたかもしれない。また同じレビューするかもしれない。まあまあいいんですよ。最近どんどんね、調べることが、習慣づいてしまってね、まあ、時間かかっちゃってるんですよね。まあ、それでも別に自分の知識になるからまあいいんですけども、ちょっとね、調べすぎて時間を食いすぎてるの良くないなと思いつつ、まあ、調べるのもね、いいですよね。好きなんで、お酒。好きなことを調べるっていうのは、まあ、楽しいことです。で、そうやってね、いろんな知識も増えていくわけですから、知識増えていくとね、広がるんですよ、世界が。これってあれだったのかみたいな。で、あれも飲んでみようみたいなね。良 くも悪くも。なので、皆さんもね、何かしら調べてみてはどうでしょうか。楽しいですよ、知識を手に入れるというのは。はい。そんな感じですかね。ご視聴ありがとうございました。たまには度数の濃い酒もいいんじゃないかななんて。まあ、仕事頑張った後に飲むっていうのがいいですね。いつもね、仕事やってないので酔いつぶれててね、それはもう酒かすそのものですから。あんま良くないなと思ってるんですけども。まあ、働けない日もありますよ。でも、そんな日でも、酒飲んで乾杯でも、たまにはいいんじゃないですか、と思います。ご視聴ありがとうございました。よし、言えたな。